言う。お兄ちゃん。お兄ちゃん。うわ、仙台で。仙台のお兄さんのおすすめ。おすすめね、わからないですね。はい、なんでですか。あまり来たことないから。だったら今の時間だと12時。ずんだですか？ずんだ？あ、違いますか？あ、抹茶。じゃあ仙台だけあるずんだシェイクだと思ってました。マックに。なんか見たら本当に仙台の方に楽天は愛。あ、そうそう。はい。暑いですよね、お兄さん。暑い。はい。ちょっと失敗した。もうちょっと寒いかなと思ったら、あ、ここであれ、あの、そう。食べてないです。食べてない。ホットドッグみたいです。あ、そうそう。ミニホットドッグ。そうそうそう。何ですか？ササカマは何ですか？あれ、焼いて食べました。あ、食べた。ササカマ。はい。あと思ったのが、仙台って、まあ、ただ散歩するだけでも楽しいです。あ、そうだ。うん、店いっぱいある。うん、お兄さんがあそこ丸松定番なレストランってあれだと、あの東京だとガストみたいな。あ、そうそう、ガストとか。この馬だって可愛いな。でなんでも可愛い。動物好きですか？お、好きです。動物。あ、なんか本当に花。あ、こっちはあんまりお店が少ないので、はい、こっちがおすすめです。わあ、もどん。雰囲気いいな。どうしよう。かき揚げにしよう。かき揚げ。何ですか、かき揚げ？あ、これ。あー、かき揚げ。うーん。紅生姜も美味しそう。紅生姜。いただきまーす。ああ、抹茶抹茶は芸能人さんがいっぱい来てる。あ、有名な方ですか？なんか昔からのお店みたいですね。かな、多分朝7時からやってるって。朝8時ですか？7時。7時か。美味しい。あったまる。お兄さんは普段よく食べる人ですか？いっぱい食べる。うーん、いっぱい食べるし、いっぱい飲む。あ、あ、あ、アスマ。牛丼。ここに焼きトン。あー、飲んだね。牛肉。ほどこのグルメ。はい。俺も全部見た。ウニ玉。ウニ玉。ハラミは味噌か。あ、ハラミは味噌ですか。お兄ちゃん。カキ屋さん。カキ屋さん。虫がき何個食べる？ああ、はい。食べてみたいです。とりあえず1個ね。はい。
これ日本酒ですよね。そう、日本酒。宮城とかいっぱいある。おすすめっていうか、かけるとしたら。ああ、そういうことか。僕は、僕レモスコかな。レモスコ。あ、これですか。お、あったかい。蒸してあげます。食べるの？はい。でもなんか、本当にタバスコの匂いがします。うん、そうそうそう、ちょっとね、ちょっとピリッとしてる。でもすごい、爽やか。うん、うん、いける？うん、うん、美味しい。カキフライ、カキフライ、フェアは大好き。一日こうしなくてこれ一日ツヤツヤしてて見えないよ。15時から24時までだ。でも本当にカキ初めて食べたんだけど美味しい。あ、生と蒸し、蒸し、うん、こっちだった。撮ったの？撮った。はい、さっきこれ食べる姿を撮りました。撮りました。日本上手ね。はい、いやいやいや。あ、やべえ、生が仕込んでる。旅行者仙台を紹介するんで、結構。おし。ハイボールみたいな。カキ有名な理由がありますか？美味しい理由。松島のカキが有名なの。うーん、松島わかる？で、松島のカキは有名だったね。広島の次かな。一番有名なのは広島なんだけど、で、今はもちろん女川とか、あっちの方、夏とかからも取れるわけで、ね。さあ、似てきたよ。はい、それとソウルに出たので。あ、でもソウルしかないけど。これ運動できますよね。運動、運動さん、ほぐ。大丈夫ですか？あー、醤油こうやってかけるんですよね。うん、お好みで。あー、これは何ですか、このニンニク。あ、いやダンタダンタンタンタダンタダン。わあ、私はもう元気です。元気だ。飲みに行きましょう。飲んでないからじゃん。今何時間経った？6時間です。6時間。お兄さんは7杯7杯、8、え、7杯かな。私はまた3杯なので。仙台。あ、かまぼこ。九州？九州、そう。仙台にいるけど、九州に行くか。あ、芋。芋。ここは反対側の口ですか？反対側です。なんか仙台、本当に広いです、あの駅が。愛する北海道だ。
ブラックサンド美味しい。あ、あれですか、チョコ。わ、サバサバサバサ、サバ大好き。へえ、わ、これ美味しそう。おお、くまもん、くまもん、くまもんちゃん、わ、くまもん、くまもん、また会いに行きたいです、熊本。あ、熊本、熊本は。なあ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 。下ですか。ヨドバシは撮影がカノです。ヨドバシは OK だな。はい、おお、そこも。おお、おお、すごく広いですよね。ね。あ、醤油。ここは沖縄、沖縄とか。ああ、広島焼き。もうなんかここすごく広い。今ロケ目。はい。よりボリュームがあれだね。はい。ちょっと少ないですよね。あ、本当だ。こんなこと。仙台。お兄さん、今日はありがとうございました。いっぱい飲んだ。また東京でもよろしくお願いします。戻ったら。週1ぐらいで。今日もごちそうさまでした。わあ、やっぱ仙台で家帰りはさっきのお店で食べてから家に帰るのがルール。ではでは、また明日。めちゃ仙台楽しかったです。お疲れ様でした。お兄ちゃんこんな人なのか説明しなかったので説明したかったんです。すごく大好きなお兄ちゃん、本当に性格がお姉ちゃんと私と合います。性格が。それ知ってますか。知り合ってから1ヶ月前。1ヶ月ぐらいですね。はい、1ヶ月です。元の日本の家族。お兄さんです。なんかうちのね、働いてるとこに食べに来てくれて、自分が登録してたから声かけたら仲良くなったんで。嬉しかったです。嬉しかったです。お兄さんが話しかけてくれて、あ、仲間できたみたいな感じで。仙台はこの牛タン。あ、牛タン。あ、ちょうど牛タンですよね。あ、豚タンですか。豚タンですか。豚タンね。あと、ずんだ餅、ずんだシェイク飲んでください。はい、飲んでください。地元です。